こんにちは。一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。2階建て以上の住宅を検討するときに重要な要素として階段があります。今回は玄関から直接2階の個室に行ける階段とリビング階段と呼ばれるリビングを経由してからでないと2階の居室に行けない階段のメリット・デメリットをご紹介します。特にリビング階段は個室に行くときにリビングにいる家族と接しないと自分の個室に行けないので、階段をどうするかはそれぞれの家族の考え方が出る重要な要素です。そんなリビング階段もいくつかのバリエーションがあるのでご紹介していきます。先日築5年の新築住宅に住んでらっしゃる方から、家族の事情により建てたばかりの新築住宅を売却して新たに違う土地で新築住宅を計画しているお客様がいらっしゃいました。その方は5年前に建てた建物がリビング階段にして後悔されていました。それは冬寒いという後悔でした。リビング階段だから必ずしも寒いというわけではないので、対処法などもこの動画でご紹介していきます。住んでみてから階段の位置を失敗したなと感じても、階段は吹き抜け空間になっているためにリフォームで直しにくいので、慎重に階段の位置を決定する必要があります。2階建て以上の住宅を検討される方にとって階段はかなり重要な場所です。ぜひ最後までこの動画をご覧ください。またこのチャンネルでは住まいづくりにお役に立つ情報をバンバン配信していますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。まず玄関から直接2階の個室に行ける階段とリビングを経由してからでないと2階の居室に行けないリビング階段のどちらを選ぶかということですが、どちらかのメリットが逆にデメリットになってしまうので、今回は分かりやすいようにリビング階段を中心にメリット・デメリットをご紹介します。リビング階段のメリットからご紹介します。リビング階段のメリットは何といっても家族のコミュニケーションが高まるところです。特にお子様が小さい場合、学校から帰ってきた子供の様子が分かると安心できます。帰ってきた子供が元気がないとすぐに察知でき対応できます。これはお父さんの怪しい様子もお母さんは確認できます。例えば妻に内緒にしておきたいような買い物をしてしまった時にバレてしまうのが困ってしまいます。それで自分の趣味のものを買った時にも妻にバレないように、敷地の中に離れの自分専用の建物を私は建築してしまいました。将来的にはその離れの建物で不動産業か建築業を営もうと思っています。次にリビング階段のメリットは、階段空間が吹き抜けになっているのでリビングが大空間になり広々した空間を演出できます。その際に吹き抜け空間に窓があると高い位置からリビングに光を取り入れることができるので明るいリビングダイニングになります。また階段をインテリアの一部として見せることができます。階段の手すり壁をインテリア性のある手すりにしたり、骨組みと踏み板で構成されているスケルトンな階段を採用してデザイン性をアップすることができます。そして階段の途中の踊り場を広く設けてスキップフロアにすることで、書斎や家事コーナーやキッズスペースとして利用することができます。階段途中のスキップフロアはリビング階段の特徴の家族の触れ合いをさらに強調できるスペースとして活用でき、空間を広く感じるスペースとして有効です。またリビングにある階段の踏み板に座ってベンチとして利用することもできます。リビング階段は様々なメリットがあり人気がありますが、デメリットもいくつかあります。最大の特徴である家族のコミュニケーションを取りやすい特徴が逆にプライバシーを確保しにくい空間になってしまう一面があります。例えば子供の友達が遊びに来た場合などは、子供の友達は子供部屋に行くまでにリビングを通らないと2階に行けないので、リビングにいる他の家族はくつろいだ服装でリラックスしにくかったり、片付けていないとお客様に悪い印象を与えてしまいがちです。私もお客様の家族構成で年齢が大人に近い方が多い場合はリビング階段をあまりお勧めしないケースが多いです。
特に2世帯でお住まいされているような家族の場合は、生活する時間帯が違うためにリビング階段は避けた方が無難です。主人の親と同居している妻の立場みたいなケースでは、妻は自由に外出しにくかったり、服装などに気を使ってしまいます。しかしそれでも先日お引き渡しさせていただいたご家族は全員が大人の家族でしたが、家族が仲良くリビングを経営しないと2階に行けない階段を好まれました。実際にお客様が来てリビングを見られても問題ないと思われている方や、そもそもほとんどお客様が来ないという家族もいらっしゃいます。そんな方はリビング階段でも問題ないと思います。しかし子供がすでに大人の場合で、将来一時的にでも同居する可能性がある場合はリビング階段は避けた方がいいと思います。これからの時代、さらに不景気が進み経済的な自立が難しい可能性もあり、親子2世帯で暮らすことで食費や光熱費を削減できるので、これからは同居で2世帯で暮らすことも考えれます。先ほどご紹介した仲の良い家族でリビングを経営しないと2階に行けない間取りのケースでは、リビングに直接階段があるのではなく、玄関からリビングを経由して裏のホールに出てから階段を使い2階に上がる間取りとしました。裏のホールにある勝手口から階段に行けて2階に行ける間取りにしました。またリビングから裏のホールに出てから2階に上がる階段があるために、リビングから裏のホールの間に扉があり区切られているために、リビングに直接ある階段と違ってリビングの暖冷房の空調の効きの効率が良い間取りになります。リビングに直接階段がある間取りの場合、最大のデメリットは暖冷房の効率が悪いということです。特に暖房の効率が悪くなってしまいます。暖かい空気は上に上がるためです。階段の吹き抜け部分にシーリングファンを設けて暖かい空気を下に送る必要があります。それでも寒いと感じる場合は、床暖房やホットカーペットのような足元を温める設備を検討します。現在打ち合わせしているお客様でリビングに階段がありスキップフロアのある間取りで検討されているお客様は、ローコスト住宅会社で各社検討されていましたが、決め手の一つとしてリビングの暖かさや足元の冷たさが決め手になっているお客様がいます。最終的に私が現在勤めているローコスト系の住宅会社とローコスト系の最大手の住宅会社で検討されていましたが、冬の今の一番寒い時期にそれぞれの展示場で吹き抜け空間を体感されて、圧倒的に現在私が勤めている住宅会社の方がリビングが暖かく足元が暖かいとおっしゃっていました。リビングに階段があり吹き抜け空間がある間取りを検討されている場合は、断熱性能が高くないと後悔されます。特に暖冷房はご夫婦でも適切な温度に差があります。一般的にご主人は暑がりの方が多く、奥様は寒がりの方が多いです。リビングに階段があったり吹き抜け空間がある場合は、冬場のモデルハウスで体感されることをお勧めします。それも午後からモデルハウスを見に行くのではなく、朝一番で見学されるとその差がはっきり体感しやすいので、朝一で体感されることをお勧めします。あとリビング階段のデメリットとして、音と匂いが2階に伝わりやすいというデメリットがあります。対処方法としてリビングに階段を直接設けるのではなく、一旦ホールを出てから階段に行く間に扉を設けて音や匂いを防ぐ方法があります。逆に家族のコミュニケーションとして、ご飯の時間になるとご飯の匂いは2階まで伝わり、食べに降りてきてくれたりご飯を誘うのに声掛けしやすいとポジティブに考える方法もあると思います。リビング階段は家族のコミュニケーションや暮らし方などの機能面と暖冷房などの住宅の性能面で検討が必要です。リビング階段のメリットを活用したい場合は、長期間で考えた家族構成での暮らし方や住宅の断熱性能をよく調べてから体感して検討することをお勧めします。階段は建築してしまうとリフォームで変更しにくいので、じっくり検討してください。今回はリビング階段のメリットデメリットをご紹介しました。今回の内容を記事でじっくりお読みいただけるように、私のブログにも掲載しています。ブログ版スマイルチャンネルもよかったらご覧ください。またこのチャンネルではスマイル作りにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。